皆さんこんにちは。先日無印良品が約1100品目の価格を見直したということで、増税前に約2万円分のお買い物をしてきました。値下げされた商品とそうでない商品、どちらもご紹介していきたいと思います。実際に使ってみるところまでご紹介していきますので、ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。まずはプライスダウンした商品からご紹介します。こちらは無印の大ヒット商品、ポリプロピレンファイルボックス、ホワイトグレーの、今回はスタンダードを3つとワイドタイプを2つ購入しました。ファイルボックスとしてはもちろんなんですが、私は今回お皿や調理器具を入れてみたいと思います。特に平皿はこのように縦に収納した方がどこに何が入っているのか一目でわかるし、さっとすぐに取り出せるので、このファイルボックス収納はとてもおすすめです。無印のファイルボックスがお皿の収納におすすめな理由は、素材が丈夫だからです。こういった重い食器を入れても歪んだり倒れたりすることはありません。こちらはステンレスのテーブルスプーンとフォークです。そしてこちらはグラスです。一番大きいサイズを選びました。無印のカトラリーを選んだ理由は、こんな感じで表面が少しマットな仕上げになっているので傷が目立ちにくいのと、スプーンの縁の部分が少し丸めにカットしてあるので口当たりが非常に良くなっています。コップはリピート買いになります。こちらのグラスも非常に工夫されていて、こんな感じで中心がちょっとポコって出てるんですね。なのですごく持ちやすくて滑りにくい形状になっています。飲み口も丸くなっているので、こちらも口当たりが非常に良くなっています。グラスのサイズは3種類あるんですけど、私は水分摂取量が結構多いので一番大きいサイズを選びました。こちらもリピート購入のしなやかスモールバスタオル、中厚手になります。前回薄手の方もご紹介したんですけれども、やっぱり大きさを統一したいなと思って中厚手を選びました。すごくふかふかで気持ちいいです。レビューの方には吸水性がないとか糸くずが出るっていうレビューがあったんですけれども、私はあんまりそういうのは感じなくて今のところ問題なく使えています。前の動画でもご紹介したんですが、我が家では脱衣所にこのように無印のフックをつけて、先ほどのバスタオルに自分で紐をつけて引っ掛けています。バスタオルは壁にかけた方がスペースが無駄にならないので、このやり方が一番気に入っています。ちなみに紐がなくても引っ掛かります。こちらもリピート品になります。オーガニックコットン洗いざらしの枕カバーとボックスシーツです。洗いざらしの独特のシワ感がお気に入りでリピートしました。無印の枕につけてみたいと思います。ボックスシーツと合わせてみるとこんな感じになります。我が家では小さい子供がいてベッドを置いていないので、このニトリの敷きマットレスの上につけています。ただこちらのシーツはちょっと気になる点がありました。半年前に買った同じ商品に毛玉が出始めました。毛玉の粒は小さいのでそこまで目立たないのですが、全体的に出てしまっています。これはちょっとショックでした。こちらは内綿入りスリッパです。こちらは 50% オフの札が貼ってあったので、おそらく新価格ではなくてただのセールだと思います。軽さと天然素材のナチュラル感がお気に入りです。裏はこんな感じでスウェードっぽい素材になっています。ここからは値下げしていない通常の商品になります。こちらは太番手のクッションカバーですね。
こちらのお気に入りポイントは生地が太番手のナチュラルな糸になっているので、こうざっくりと織り上げた感じが表情豊かでいいなと思ったのと、あとはこの生成色も白って感じではなくてすごく抑えた色味、自然の色味で購入の決め手となりました。クッションカバーって結構色によっては主張しすぎちゃって、お部屋の中でクッションだけが浮いてるみたいなこともたまにあると思うんですけど、この色は割とどんなお部屋にも馴染んでくれる色だし、なんかこのざっくりした折り目が本当に可愛いので結構気に入りました。こちらはインド綿の手織りラグです。 100cm×140cm を選びました。他にもいろいろなサイズがありました。こちらはなんとインドの職人さんが一枚一枚丁寧に手織り機で織り上げているものだそうです。手織りなので風合いがすごくナチュラルですし、あとこう太い節がところどころ入ったりしているのがおしゃれだなって思います。今パソコンの作業スペース、この椅子の下ですねに何も敷くものがなくて、椅子を引くときにこう床が傷ついてしまうのがずっと気になっていたので買いました。ちなみにこちらの机は無印の折りたたみテーブルです。こちらのテーブルが120センチなので20センチはオーバーするんですけど、逆にちょっと大きめの方が上に机を乗せて固定できるかなと思ったので、あえて大きめを選びました。はい、こんな感じです。やっぱりシンプルでいいですよね。でこれ結構滑るので後で下に滑り止めを敷きたいと思います。こちらは連結できるポリプロピレン平台車です。こちらすごい人気でずっと品切れ状態が続いていたんですけれども、最近やっと店頭で見かけるようになりました。80キロまで行けるのと連結ができるっていうのが魅力的です。これなら安心していろいろ置けちゃいますよね。キャスターもすごいスムーズに動きます。こちらは柔らかポリエチレンケースです。今回は大と中を2つずつ買いました。今回で多分このシリーズはリピート3回目ぐらいになると思います。これは無印の中でも大好きなシリーズです。柔らかいのに丈夫でこのように角がないので、お子さんのいる家庭にはめちゃめちゃおすすめしたい商品です。今回は脱衣所の収納を見直すために買いました。小さい方にはティッシュボックスとシルコットを入れていきたいと思います。そして大きい方にはお掃除グッズと、今は着なくなって雑巾にするお洋服たちを入れていきたいと思います。ティッシュボックスの方があまり入らなかったのでこちらを交換することにしました。ティッシュボックスは深い大きい方に縦に入れた方が収納しやすかったです。ただこちらのボックスちょっと欠点があるんですけど、このようにホコリが非常につきやすいです。こちらのキャビネットの中に収納していきます。こちらの台車には今は使っていない加湿器を置きました。こんな感じにすっきり収まりました。こちらはアルミタオルハンガーマグネットタイプです。我が家ではタオルハンガーとしてではなく冷蔵庫の横につけて布巾とか吸水マットをかけるために使いたいと思います。ただ結構タオルハンガーとして使用すると磁力が弱くてずり落ちるっていうレビューが多かったです。こちらのマグネットは外して棒の部分に別売りのフックを差し込むことができます。こちらも無印の大ヒット商品、引っ掛けるワイヤークリップです。あんまり力を入れなくても挟めるのがいいところです。今冷蔵庫の横はこんな感じで IKEA のマグネット付きのクリップに吸水マットを挟んでるんですが、この IKEA のクリップが結構磁力強すぎるのとクリップがすごい硬くてなかなか開かないのがストレスでした。で今回はこんな感じで無印のタオルハンガーとクリップに変えてみました。使いたい時にすぐサッと取れるのでこれに変えてすごく良かったです。
続いてはこちら、スチール式リータ、中くらいのサイズを購入してきました。厚みと重さがあるのでしっかりと物を支えてくれそうです。我が家ではキッチンのタオル類の仕切りとして使います。今タオルと布巾をこんな感じで一緒に入れちゃってるんですけれども、この仕切り板を使うことによって取り出しやすくしました。ちなみにこちらのバスケットも無印のものです。こちらはポケットシールです。カードサイズとハガキサイズをそれぞれ購入しました。カードサイズは2枚入りで120円です。このクリアポケット自体がシールになっていて、いろんなとこに貼れますよっていう商品です。ずっとずっとこんな商品があったらいいなと思っていたので、見つけた時はすごく嬉しかったですね。このカードサイズの方は先ほど紹介したファイルボックスの内側に貼り付けました。このファイルボックス自体は何に使うかというと、室内のポストとして郵便物を一時的に入れる場所として使いたいと思います。でこのメッシュのポーチにはレシートを入れています。残念ながら一度貼ってしまうともう剥がすのは難しそうです。でこのファイルボックスを玄関の棚に置いて、さっきのポケットシールにはカードキーを入れることにしました。はがきサイズの方はポケットが3箇所あります。こちらは何に使うかというと、クリアファイルにつけて切手の収納として使います。中には茶封筒を入れて郵便セットの完成です。ただ使ってみて切手の収納にはちょっと問題がありまして、このように1枚ずつ切って入れてしまうと奥の方に入った時取りづらくなってしまうので、切手は切らずにまとめて入れた方が良さそうです。こちらはポリプロピレンダブルペンケースです。ペンを収納する部分と消しゴムなどの小物を入れる小さな小物入れがついています。私は今回ペンを入れるのではなくって裁縫道具を収納していきたいと思います。はい、気持ちよくぴったり収まりました。はい、こちらは今回最後の商品になります。ネクタイスカーフハンガーです。ネクタイは毎日使うものなので、忙しい朝すぐに取り出せるかどうかがすごく大事になってくるかと思います。今回はこの取り出しやすさを重視して選びました。ネクタイを5本かけた状態で内側から引っ張ってみました。取り出し方を失敗するとちょっとシワになってしまいます。いろいろ試してみたのですが、上の方に引っ張るのが一番取り出しやすいように感じました。クローゼットの扉の内側にセリアのフィルムフックをつけて、そこに先ほどのハンガーを吊るしてみました。ネクタイを8本から10本ぐらいかけてみたんですけど、さすがに下の方のネクタイは重みでなかなか取り出しづらかったです。いろいろ試してみたんですけれども、マックスでも7本か8本ぐらいが限界かなと思いました。ネクタイはツルツルしていて滑りやすい素材だから引き出しやすいんですが、そうでないもの、例えばこういう綿のストールとかだとちょっと大変です。こんな感じで上の素材が一緒にくっついてきてしまうので、こうツルツルとした素材でないとあまり向いていないかなと思いました。ヘッドの部分はくるくる回るようになっています。はい、今回の無印の動画は以上になります。少しでも買いたいと思える商品が見つかったら嬉しいです。この動画が参考になったらぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。さようなら。